昨夜、福島県沖を震源とする最大震度6強を観測した地震で、県内各地で被害が確認されています。夜が明けた福島県郡山市内です。瓦の破片などが道路に散らばっています。震度6弱を観測した郡山市です。地震から一夜明け、建物の壁が剥がれるなど多くの被害が確認されました。各地の消防などによりますと、この地震で郡山市の60代の女性が階段から転落して右足を骨折するなど、合わせて72人の怪我が確認されているということです。常磐自動車道では相馬市内で土砂崩れが起き、現在復旧作業が進められています。そして福島第一第二原発ともに新たな異常は確認されておらず、周辺の放射線量にも変化はないということです。